皆さんこんにちは。フィリピンダボ情報チャンネルの町田です。今日はですね、フィリピンに日本人犯罪者が集まる理由10選についてお話をします。この動画を撮影している2023年2月5日時点では、日本での特殊詐欺や強盗事件の指示をルフィという名前でフィリピンから出している。しかもそのルフィはフィリピンのイミグレーション、つまり入国管理局の収容所にいたということでですね、連日報道がなされています。その関連報道でフィリピンの悪いイメージがどんどん拡散されており、フィリピンに住んでいる者としてはとても残念な思いです。しかしフィリピンではこれまでも日本で起きた事件の関係者が逃亡してきたり、フィリピン現地を犯罪の拠点にしたりしていたケースが起きているのも事実です。そこでどうしてこんなにも日本人犯罪者がフィリピンに来てしまうのか、犯罪とは関係なくフィリピンが好きな方、フィリピンに住まれている方、そしてフィリピンを訪れたことがある方などは、そのように思われたことが一度はあるのではないでしょうか。私自身フィリピンに住んで10年となりましたが、改めてなぜ日本人犯罪者がフィリピンに集まるのかを調べまとめてみました。まずはフィリピンに関連のある日本人の犯罪者について、ここ10年以内に犯罪や事件を起こした人でもこんな人たちがいました。一人目は著作権法違反で2019年に逮捕され、懲役3年などの実刑判決を受けた海賊版サイト漫画村の運営者ですね。2022年11月に仮釈放され、最近のルフィ関連の事件についてアベマ TV などに出演しています。二つ目は、六本木クラブ襲撃事件を起こした人物です。これは2012年に六本木のクラブで、客の男性が金属バットで殴られて死亡した事件です。関東連合の元リーダーの男が事件の後、フィリピンに出国し、その後行方がわからなくなっていて、殺人などの疑いで国際手配されています。三つ目は、地面師事件です。2018年に都心の一等地の売買をめぐって、積水ハウスから地面師のグループがおよそ55億円を騙し取った事件で、主犯格の男が2ヶ月余りフィリピンに逃亡し、その後身柄を拘束されました。その男は日本のフィリピンパブに通っており、以前に結婚したマニラ在住の女性のつてを使って海外逃亡したと報道されています。と、いずれも日本のメディアで大きく取り扱われていましたよね。それではなぜこのような人たちがフィリピンにまで来てしまうのかを10個にまとめてみましたので、これから紹介いたします。まず、フィリピンに日本人犯罪者が集まる理由1番目、それはお金があれば何でもできるからです。犯罪者にとってはお金さえ出せば自分の身の安全を守れるということにつながります。フィリピンではパスポートを含むあらゆる ID や身分証明書、またいろんなですね、証明書の偽造をすることができます。これは私自身マニラに住んでいた時に、道端で偽造 ID 作りますよっていうですね、宣伝をしていた人も見たことがあります。当然偽造なので見破られるケースも多々あります。マニラ空港のイミグレーション手続きの際にですね、私の前に並んでいた人が実際にイミグレの職員からですね、このパスポート偽造じゃないですかと責め立てられて別室に連れてかれているのを見たことがあります。またお金という面では袖の下がですね、通用する場合が多いということもあります。免許証の更新や取得をする際、また交通違反をした際、またイミグレとかでですね、賄賂を渡して融通をしてもらうということは今でも耳にします。ただこちらも、例えば警察に賄賂でですね、どうにかしてほしいって言ってもですね、逆に警察の方からこれは買収罪に問われますよと言われることも、最近はあるようです。なので一概に賄賂が通用するわけではありませんのでご注意ください。特に私が住んでいるダバオ市は交通違反をした際、警察に賄賂を渡して逃がしてもらおうと思ったら、それ買収の罪になるよと逆に言われたというケースを実際耳にしています。
このように例外もありますが、今回のルフィ関連の報道を見ていてもですね、収容所の中でお酒を飲んだり、携帯で日本に指示を出したりとですね、イミグレの職員にお金さえ渡せば、いろいろと融通が効いていたということですので、未だにお金さえ出せば何でもできるという風潮は残っていますね。次にフィリピンに日本人犯罪者が集まる理由、2番目です。フィリピンに逃亡中の日本人容疑者の時効の期間が停止しないからです。これは日本ですでに犯罪を起こした人に限る話ですけれども、海外に逃亡しても時効の期間が停止しない。それを知った上で自分が犯した犯罪がですね、時効になるまでフィリピンに身を隠すというケースがあるようです。よっぽど大きな事件を日本で起こさない限り、フィリピンに逃亡した日本人をわざわざ捕まえに来る警察は少ないようです。続いて、フィリピンに日本人犯罪者が集まる理由の3番目は、日本に近く時差が1時間しかないことです。日本からフィリピンまでは、例えば成田からマニラの場合は5時間、そして羽田からマニラ空港の場合は4時間半で行くことができます。これがタイやマレーシアだと7時間とか8時間ぐらいかかってしまうので、やっぱりフィリピンは近いですよね。何か急な用事ができても、すぐにフィリピンから日本に帰れるというメリットもあります。また、携帯で日本に指示を出したり、特殊詐欺のような電話を使用する犯罪であれば、日本から近く時差が1時間というのは大きなメリットになりますよね。私も仕事をしていて、日本の関係者と連絡を取るときは、ほとんど時間を気にせず日中に連絡を取ることができるので、時差が大きい国と比べて便利です。続いて、フィリピンに日本人犯罪者が集まる理由の4番目は、ビザなしで入国できるし、また、観光ビザが容易に延長できることです。日本のパスポートがあれば、フィリピン入国前に特別ビザの手続きをすることなく30日間滞在することができます。30日以上滞在する場合もですね、イミグレーションでビザの延長手続きを簡単に行うことができます。日本のパスポートは強いので、東南アジアの中でも15日から30日ぐらいは特別にビザの手続きなしで行ける国が多いんですが、やはりビザについて厳しくないという点は、移動とかですね、滞在というのに便利ですよね。ちなみにフィリピン人が日本へ行く場合は、事前にビザを申請して、しかも取得しないと日本に入国することができません。しかもですね、申請すれば必ず取得できる、ビザが取得できるというわけでもなく、簡単とは言えません。はい、続いてフィリピンに日本人犯罪者が集まる理由の5番目は、英語が通じることです。アジアで英語が公用語の国は、インド、シンガポール、そしてフィリピンです。公用語にはなってない他のアジアの国でも英語はまあ通じるんですけれども、やはり英語が公用語の一つとなっているフィリピンは非常に便利です。テレビをつけても英語でやってる番組が多いですし、映画もハリウッド映画が字幕なしで上映されているんですが、フィリピンの人たちはですね、老若男女問わずそれを楽しんでいます。オンライン英会話といえばフィリピン人の先生といったイメージもありますよね。海外で日本語が通じず、さらに英語もなかなか通じないとなると、日本人が生活をしていくにはかなりハードルが高くなると思います。また、フィリピンはですね、かつて日本で働いていた人たちが戻ってきているという理由で、日本語を話す人たちが結構いますんで、これはやっぱり、フィリピンに住んで暮らすという日本人犯罪者にとっても便利になってきますよね。はい、続いてフィリピンに日本人犯罪者が集まる理由の6つ目は、物価や給料が安いことです。フィリピンの物価は日本の3分の1から5分の1程度と言われています。もちろん物によっては日本と同じもしくはそれ以上のものもあるんですけれども、一番は人件費が日本と比べて圧倒的に安いので、人に何かを頼むときは日本と比べてかなり安上がりとなります。大卒の初任給でも私が住んでいるダバオだとだいたい3万6000円ぐらいで、首都のマニラだともうちょっと良くて4万8000円ぐらいでしょうか。こんな感じなので袖の下賄賂といってももちろん事の大小によるんですけれども小さなことであれば何万円もすることはなく数百円から数千円程度でいろいろとお願いをすることができるはずです。日本と比べて物価が安くて住みやすく、さらに給料が安いため何かをお願いするときにですね、袖の下も渡しやすい。それで安上がりになるということですね。続いてフィリピンに日本人犯罪者が集まる理由の7番目です。
それは昔からフィリピンは犯罪を犯した人やこれから犯罪を犯す人が行きたがるということなんですね。これはアベマ TV で最近のルフィ関連の事件について警察の方が発言していたことなんですが、これまで話してきたような理由で、昔からですね、フィリピンは犯罪を犯した人、またはこれから犯罪を犯そうとしている人が行きたがるという事実があるそうです。なので、あまり深く考えず、ただフィリピンに行けばいいという理由だけで来てしまう人も実際いるようです。ただ、ずっとそういったような状態なので、当然警察の方もですね、ターゲットを絞りやすいと言いますか、的を絞りやすいと発言されていました。例えば、ある人が事件を起こして、その人の行方が日本でわからなくなっていると。そしたら警察は、あ、もしかしてフィリピンに逃亡したんじゃないかというのはすぐにやっぱり上がってくるそうです。残念なことにそれぐらい犯罪者にとってフィリピンはメジャーな場所となってしまっているということですね。ただ警察の方がですね、このように的を絞りやすいと発言していただけると抑止効果が出てきていいと思いますんで、どんどん目星をつけて犯罪を未然に防いだり、また犯罪者の確保にですね、つなげてほしいと思います。はい、続いてフィリピンに日本人犯罪者が集まる理由の8つ目です。それは犯罪者をかくまったり、助けたりする人たちがフィリピンにいるということです。昔から犯罪関係の人が来ているという事実があるということは、その人たちの面倒を見ることができる日本人またはフィリピン人が未だに手を貸しているというのは簡単に考えられますよね。組織的にそういう仕組みができているんだっていう人もいます。すでにビジネス化しているんじゃないかとも思います。フィリピンがですね、今日本から注目されて、こんだけ犯罪者が行くんだ、だ警察も気をつけようっていう、ちゃんと注目してるんだよっていうメッセージも流れているので、そういった助けてる人たちもですね、あ、これは今後は気をつけていかなくちゃという風になってってですね、やりにくくなっていくことを期待したいです。続いてフィリピンに日本人犯罪者が集まる理由の9番目です。それはフィリピンパブでフィリピンの情報を得ている人がいるというのと、フィリピンパブで働いている人と深い関係になって助けてもらっているということです。これはもちろんフィリピンパブで働いている女性たちが全てがですね、犯罪に加担しているという話ではありません。ただですね、2005年に工業ビザの発給が引き締められたんですけども、それ以前まではですね、エンターテイナーとして日本へ働きに来る女性たちが毎年もう数万人単位でいたんですね。なのでその当時はまあ当然いろいろな人たちが入ってきていたでしょうから、日本人犯罪者と知ってか知らずかですね、お金をもらった上で助けたりですとか、またはそういった人たちと恋愛関係に陥ってフィリピンに逃亡するのを助けたりですね、フィリピン国内での生活を助けたりしたことがあったというのは容易に想像できます。これは以前はやりやすかったと思いますが、まあ今はですね、当然厳しい審査を受けた上でエンターテイナーとして日本に行くので、そういったこと自体は減ってきていると思いますし、そもそも数自体がかなりもう減ってきているので、現在においてはあまり当てはまらないかもしれません。はい、フィリピンに日本人犯罪者が集まる理由最後の10番目です。それは日本と犯罪者引き渡し協定を結んでいる国がですね、韓国とアメリカだけであるということです。これは調べればすぐに出てくることなので、犯罪者側からしたらおっと思いますよね。日本で犯罪を起こしたら、犯罪者引き渡し協定のない国へ、しかも今まで述べてきた理由によってフィリピンへ行きたいって言ったらいいんじゃないかと考えてもおかしくはないですよね。それでも同じくアベマ TV に出演していた警察の方や NHK の取材に答えていた警察関係者はですね、日本の警察とフィリピンの警察で協力は実際のところしているので、そんな簡単に逃げ切れるものではないと釘を刺しています。やはり警察の方からこういったですね、ようなアピールをどんどんしていただけると、犯罪者側もですね、フィリピンに行くのに注意しようっていう抑止効果になると思いますので、やっぱこういった情報はどんどん発信してほしいと思います。以上、なぜ日本人犯罪者がフィリピンに集まるのかを10個の理由にまとめてみました。いかがでしたでしょうか。もしこんな原因もあるのではないかということがあれば、ぜひコメント欄にコメントを残してください。はい、フィリピン側も今回のようにイミグレ収容所の内情などを晒されて外からつつかれているとですね、さすがに管理が厳しくなっていきます。実際今回のルフィ関連の事件の騒動で、イミグレーション収容者監視担当のですね、職員のトップを含む36人が解任されたと報道されています。
またイミグレーションの長官自ら収容施設内を視察し、改善点を検討するとも報道されています。私が住んでいるダバオも周りを見ていると、10年前と比べて今は賄賂が通用しないケースが増えてきているように、そのように見聞きしています。フィリピンに住んでいるものとして、フィリピンが悪いイメージで見られるのは悲しいことです。今後は犯罪者への取り締まりが厳しくなり、逃亡先としてフィリピンが選ばれなくなることを期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。